前回までのサブノーティカ。お、はじゃ。おい。ああ、あと後ろも咲いてない。殴るか。ああ、死ねー。いやー、黙れ。何回殴ればいいんだこれ。倒したか。あ、浮いてる浮いてる浮いてるとか沈んでる。あ、いる。普通に泳いでるわ。まああれはあれでしょうがないとして、じゃあ次のことを考えよう。まあ、ただなんかまあある一個、まあでかいとすれば、まあ、倒せるんだっていうことが分かったっていう発見がでかそうなんで、うん。まあ、それは、それとして、次のことをしてやろう。はい。ちょっとこの世のバケモンどもを撃滅するっていう、ちょっと淡い期待が、消しとんだな平和になった星を探検しようっていう、ちょっと一瞬ね、一瞬そういう考えもよぎったけど、無理だなこりゃ。そう甘くはない。参ったね。もうちょい一回戻ろう。じゃあ私も気を取り直してですね、まあ、次のやりたいことというか、このサイクロプスをね、ちょっと快適にしていこうじゃないかということですよ。ほい。さあ、トールシステムオンライン。エンジンは入ってないよね。待って、エンジン入ってない。エンジン入ってなければ多分大丈夫。ただこのSeamothのエネルギーというか電源取られるから、パワーセルからちょっと抜かれちゃう。あ、抜かれてんのやっぱね。あ、どんどん減ってるわ。まあ、しょうがない。まあ、ただパワーセルこれ6機で動いてるっぽいんで、まあ、1機行ったところで、まあ、そんなに、まあ、痛くはないかなって感じはするけども、まあ、すでに、このエンジン効率化モジュールってのは、外で拾ってきたやつが1個あったんで、それを今セットしてる状態ですね。なんで、まあ、それでもね、電源の効率化は進んでるわけですよ。ほんで、ちょっといろいろ探検したところ、例えば、はい。ここにストレージがありますと。まあ、3×、6? のストレージが5機かな、はい、5個あって、まあ、それなりに探索してたら、まあ、いろいろね、手に入ると思うんで、そういうのを一応置くスペースはあると。ただ、まあ、これをね、サイクロプスを拠点にするとしても、なんかやっぱ、生活拠点にはなりづらいというか、うん。まあ、例えば、まあ、飯がないだ、ね、いや、その、取ってきたアイテムをどうするんだっていう話もあるわけですけども、これね、ビルダーで、例えばファブリケーター、ファブリケーターやっぱ作れるわ。これをね、ファブリケーターを置けるんですよ、こう実は。どこにでも置けるのか、意外と。なので、ちょっと居住空間としてのサイクロプスとして仕上げるのも、まあ、ありじゃないの。はい。いうことですよ。じゃあ、ファブリケーターとかこの辺に置いてみるか。なんか、こうちょっとなんか、植物とか育てたいな。できるんだったら。置いてみるか。あ、材料全然足りなかった。まあいいや。あとなんか置けそうなやつあるかな。あ、置けるね。置けるけどスペースが結構取るな、これ。あー、なんかちょっと歩きづらくなっちゃうな。ちょっとやだ。歩きづらいな。なんだ、なんかそれぶつかってきてる。あ。リヴァイアさんが突っ込んできたのか。え、食らってんのかな。あ、食らってはないか。まあ、このリヴァイアさんが突っ込んできても、まあ大丈夫と。ぶつかられても、まあ、ノーダメでいけるぐらいの耐久はあると。確かに仕事できるな。壁掛けプランター。なんかちょっとな、もとないよな。心もとないよな。何があればいいんだろう。水槽。違うな。こういうのでいいのかな。内容プランターでかすぎる。うん、でかすぎる気がする。これだとまあ、なんか何個か置ければ、それで、なんかちょっと見栄えは少なくともいいかなって感じですけど。なんか植えてみるか、実際。ちょっと戻りますわ。ちょっとじゃあ一回植えてみましょう。はい、ファブリケーター完成と、なんかちょっと歪んでる？歪んでんな。もういいや。じゃあこれで作るようになったと。ただ結局あそこのパワーセルを多分動力として使うんで、まああんまりいろいろやりまくると足りなくなっちゃうよっていう話。電源がね。で、さっきね、ちょっと一応家でというか基地でね、試したら、これね、ブルボツリー植えれたんで、ここで栽培することが可能みたいな感じっぽいんで、ちょっと並べるか。ちょっとずれたな。ずれたの、ちょっと気持ち悪いから、ちょっと。ちゃん並べよう。これ、ブルボツリーをなんか3連並べとけば、とりあえず、なんか、その海中でも食料難になることはなさそうな、気がするわけですけども、ね。うん。大量に栽培、まあ、そんなにいっぱいいるかわからないけど、あと何が必要かな。医療キット、通信機。いちいち戻るのめんどくせえから、通信機とかも入れた方がいいのかな。あとはまあ、ベッドとか、まあ、あんまり、深海とかに行っちゃったらあんま関係ないような気がする。ベンチとか必要なのかな。ベンチは必要か。ああ、こういう感じだったらいいかも。やっぱ消耗したくないんだよね、体力をね。なんか今一瞬、なんか変なとこだな。なんか嫌だな。この辺がなんかやっぱ、収まりがいい。よし。これ座っときゃ体力とか腹減らないんでね。はい。あ、これいいかもね。だんだんなんか、海中拠点としてのなんか手をなしてきてるような気はするよね。よし。まあ水分、ブロブロツリーだと水分も確保できるんで、結構いい、マジでいいよな。これでちょっとまあ、ほぼ完成なんじゃないの？なんかその、量最低限の、なんていうか、装備というか。うん。あとなんか必要かな。まあ別にいらないよね。棚とか、別に下にストレージあるし。もちろんなんかここの上でなんかしたいっていうのであれば、ちょっとまあ、軽めのストレージとかは置いといてもいいような気がするけど。はい。あとはまあ、備え付けの消火器とかはあるんで、なんか大丈夫そうな気はするんだけども。ただじゃあ一応、あ、こういう浸水を防ぐためのあれなのかな。まあ、基本開けっぱにすると思うんで、まあ、この辺に壁かけるから1個や2個あれば、なんかそれでいいような。この辺かな？ OK、便利になった。ちょっと高い、位置が高い。首、打って見上げなきゃいけないからちょっとめんどくさい。その首痛くなるけど。こんだけのまあ、容量あれば、まあ全然いいんじゃないですか。うん、全然いいよ。広い。OK。はい。これで快適住居になったんじゃないですか。ブルボーツリーも育ってきてるし。はい。いいんじゃないですかね。よし。じゃあ戻ろう。確かに、あと、ついでにというか、Seamothもちょっと震度をもうちょい上げたいっすよね。はい。なんで、ちょっとSeamoth進化モジュール、振動モジュールをちょっと強化してみましょうか。いろいろあるんだな。なんかよくわからん素材とか必要だしな。Seamothだったら別に作れるから、こっち行ってみるのもありかもしれない。バルションピャン。ああ、材料不明だね。うん。ちょっと、Seamothのあれはちょっと強化してみましょうか。ただちょっと今、現状材料が全然ないんで、ちょっと集めてきますわ。はい。じゃあ、材料揃ったんで、振動モジュールマーク2に、マーク1からマーク2にアップグレードしたいと思います。よし、あっさり出来上がったけど、これでどんぐらいいけるようになるのかな。はい、じゃあ差し込んでみたいと思います。ここね。はい、ここに、これをペット。500メートル。おー、まあ、結構だな。今までだと、500メータークラスって、そんなに多くないんじゃないかな。データで見ても。500メーターは今までないね。やっぱ、水深500って相当深いわ。うん。まあ、なんで、これに一旦ここまでやっとけば、大丈夫そう。ただまあ、あとは気になるのは、サイクロプスの防衛システム、サイクロプスじゃねえや。Seamothの防衛システム欲しいけど、これポリアニリンがわかんねえんだよな。うん、多分もう一通りは、揃っちゃってるような気はするんで、うん。なんで、あちょっとやっぱいよいよ深海に繰り出す時期に来たのかもしれない。はい。ということで、今回は以上になります。じゃあまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。